はい、これで、九州一周の旅行は終わりになります。皆さんありがとうございました。でですね、九州の旅は終わったんですけれど、このまま地元に帰るのももったいないので、今から寄り道の旅に行きます。まだ行ってない山口県の観光地や、広島県の観光地、ちょっとそちらの方を巡っていきたいと思っています。2週間前も見たぞ。あー、なんかもう帰ってしまうのか。関門トンネルですね。来ました。初日に来たな。2週間前なんだもん。では今からですね、お昼時間もう13時なんで、お腹ペコペコなので、カラト市場たいと思います。もうちょっと遅いかなっていう感じなんですけど、行ってみたいと思います。いらっしゃいませ。ボタンを押して駐車券をお取りください。カラト市場行きました。で、関門トンネルの証明書をもらいにここに来たんですけれど、合ってるのかな。ありました、カモンワーフ事務局記念証引き換え所、受付は左です。こんにちは。お疲れ様でした。はい、はい、ありがとうございます。いただきました、記念証。後ろの絵が7種類あって、関門橋が載ってるやつが欲しかったので、いただきましたので、やっとお昼ご飯を食べに行きたいと思います。いい天気だ。もうお昼時間終わってるから人が少ないですね。なんかあまりにいっぱいあるから目移りしちゃいそう。あ、全品半額じゃん。あ、こっちなんかネタがいっぱいあるな。お寿司とフグの唐揚げを買ってきました。皆さんその場で海見ながら食べてたんですけど、駐車料金がついてしまうので、私はちょっと離れた港で食べたいと思います。これがタイです。これがホタテです。身がプリプリして美味しいです。これ甘エビです。炙りサーモンです。大きいな。これアナゴです。こんなに大きい。で、最後にイクラです。こちらがフクの唐揚げですね。骨なかったですね。このまま食べれるわ。美味しかったです。はい、それでは寄り道の旅、まず最初は山口県の日本海側の方に行きたいと思います。なかなかですね、やっぱり地元の方から山口県の先っぽの方なんて行けないですからね。この機会行っておこうと思っています。巨都県読めんかった。牛丼の特盛りみたいな街なんですかね。特牛か。
はい、山口県入りまして最初のスポットはここ、本州最西端毘沙の花というところです。相変わらず先っぽのところがよく行くんですよね。はい、展望台まで 200m 歩いていきます。本州最後の夕日が見える丘と、今まだ15時なんですけど、夕日までは時間ありそうですね。やはりここもハートの形のモニュメント置いてあります。はい、到着しました。本州最西端の地、毘沙の花。おお、めっちゃ綺麗じゃないですか。水平線が見える。向こうの方島ないもんね。あそこに唯一2つ、あ、向こうの方にもある。今あるのが、目の前にあるのが双尾島。左側に見えるのが、なんかいっぱいあるな。恐竜の骨みたいな感じのハート鳴らしていきますか。恥ずかしい。では撤収します。出発。見えてきた、角島大橋。え、まだまっすぐだよね。よっこら、瀬戸入ります。展望台がありますので、上がっていきますね。進入禁止って書いてあるけど、なんでだ。はい、角島大橋です。綺麗だよね。車で走っとるところを映したいですね、やっぱり。では早速角島大橋を走っていきたいと思います。
渡りました。反対側にも展望台がありましたんで、とりあえずどのような景色が見えるのか見てみたいと思います。ちょうど上がってるところですね。よし、行くぜ。はい、ではもう一度折り返します。ありですね、この温泉。はい、では、これでも道の駅の方に行きたいと思います。はい、今日の道の駅はこの千座キッチン。はい、今日の走行距離は 229.1 キロ。今日も走りました。